イタリアナショナリスト協会は1910年から1923年の間に存在したイタリアの最初のナショナリストの政党である。兄の思想はナショナリストであること以上には定義されない時期が続いた。兄は権威主義や民主主義、恩恵主義、革命主義などの異なった種類のナショナリズムの支持者に分かれていた。 エンリコ・コラディーニイタリアナショナリスト協会は文筆家エンリコ・コラディーニによって1910年に決闘された。文芸の世界で活躍していたコラディーニは第一次エチオピア戦争を契機に国粋運動を志し編集長を務めていた雑誌イル・レーニョを通じてナショナリストの連帯を図った。イル・レーニョの運営から離れた後も 南米のイタリア系移民についての研究を記したり、様々な政治運動と接触して、国水運動の発展を進めている。最終的にコッラディーニの模索は、革命サンディカリズムに影響を受けた、プロレタリア国民論という独自の国水思想へと行き着いた。コッラディーニ式のナショナリズムは仮想を、イタリア民族の新しい力として捉える一方、 社会主義はそれを誤った方向へと導いていると主張した。上流層についても社会秩序の重要な要素として認めつつ、リソルジメントの理想を失って堕落していると厳しく批判した。1910年12月3日、ポラディーニはトスカーナ州フィレンツェのベッキオ宮殿でイタリアナショナリスト会議を主催した。会議には国粹主義の書流が集まり、 様々な観点からイタリアにおけるナショナリズムの方向性を議論したが、その中でも広い支持を得たのは議長であるコラディーニのプロレタリア国民論であった。会議の参加者をまとめ上げたコラディーニはそのまま参加者とイタリアナショナリスト協会を結成した。1911年3月1日、コラディーニら協会の中心人物は新聞リデオナツオナーレを 設立、国家主義、民族主義に加えて、帝国主義的な論調を展開した。結成時に、兄は、オーストリアが保持していた、イタリア人の多い地域のイタリア王国への返還と、そのためのオーストリア・ハンガリー帝国への改戦を、支持した。第一次世界大戦についても参戦派団体の、一億を占め、大戦で、民族主義の公揚が起きると大きくその支持を広げた。 兄という権威主義的なナショナリスト党派は、退役兵を、支持基盤に結成されたベニート・ムッソーリーニの、イタリア戦闘者ファッシに、大きな影響を与えた。ジョバンニ・ジョリッティ政権下で、与党連合の選挙連合、国民ブロックが形成された際、イタリア戦闘者ファッシュと兄は、同じ国民ブロック加盟組織として、共闘体制を結んだ。 1921年5月15日の選挙で国民ブロックは105議席を獲得、兄は20議席、イタリア戦闘者ファッシは35議席を分配されて選挙連合内の多数派を形成した。ムッソリーニが戦闘者ファッシを国家ファシスト党として正当化した後、1923年に兄は国家ファシスト党に合流した。ありがとうございます。